はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。 YouTube クリエイターのもんちゃんねる TV です。前回来た時に食い損ねたやつを今日は美女と野獣でさらくっていきますんで、ご視聴お願いします。うん、はい。空調服ガンガンやってやる、逆に寒いけど今日何があるの。お、カサゴあるね、イカナもあるね。よっしゃよっしゃ、ええぞ。カキね。すいません、今日カキあります？カキない。ありゃ楽しみが一つ。今日はないんかい。あら、お姉さん、アワビとかある？はい。アワビある？アワビあります。え、何？今、アワビ単品でなくて、そう、海産種にアワビ入ってる一分だったらあるんですけど。ほう、食う？はい、はい。じゃあ、ふたさのアワビですか？はい、いただきます。アビちゃんとホタテちゃんとツブガイ。ちなみにの方、アワビとツブガイ食えないで、あの美女に食ってもらいましょうかね。姉ちゃん、店長います？はい、店長います？店長は、お昼までで、あの注文できるかな。アワビバーナーで炙りとかできるか。素炙りに。素炙り、あのバーナーでビャーっと、そう、そのまま炙るだけで、うん、うん、アワビだけ炙ればいいんです。うん、他はいいんです。うん、どうがする？何があったん？いや、アワビ、あのバーナーで炙ると香ばしい香りがするから。あ、じゃあアワビだけ炙りますので、はい、はい、うん、店員さんも写さん、他のお客さんも写さん、ここに俺だけって。アバーベル結構な濃ゆいよ。は？なんか結構濃ゆそう。しっかり入れとったけん。俺のと一緒で濃厚。濃厚、見たことないけど分からんけど。あっ、ねえねえ、これ見て、これアワビ、うん、なんかあれの形にとらん、うん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 、言おうと思った。はい、アワビ入れ貝三種盛り、はい、いただきます。で、おまけにこのアワビ、ほら、ここ、うん、触り方おお、アワビコリコリ。いただきます。これも なんかいやらせげな形するちょうどさ、ここに醤油が。いや、ええよ。いや食っていいんだよ。あ、そうなんだ、うん、わしアワビどげな感じかなと思って食ったらうまかったっけ。うん、うん、いただきます。だってアワビが食えんのに粒がなんかよくわん。店長もイケメンやけど、うん、前の店長もイケメンやったよ。こっちがキカナです。パッと見は分からんけどね。いただきます。うん、ね、はい、あのヤリがじゃない、ゲソのレモンなんとか、あ、炙り、うん、あれが2つ、2つ でこいつ1つ、 1つ、はい、うんうんうん、食いに来て、うん、あの高いやつしか食ってないけ、うん、あのある意味安いネタほとんど食ってないけ。だからね、俺ね、スタッフ作るからね。揚げ物はどちらがいいですか？ん？おつまみセットの揚げ物はどちらがいいですか？メニュー一番大きいメニューの裏側にあるんですか？これ？あ、そう。そうですね、ちょっとそれだけ、それとカキフライがちょっとできなくて、他の分だったらいけます。カキ分だけないの？はい、キスの天ぷらはあるんですけど、うん、そのセットにキスの天ぷらが選べなくて。
あ、そういうことね。そうですね。これ後で単品でいいか、キスの天ぷらちょうだい。じゃあ唐揚げを。唐揚げで。ああ。指割りで。うん。痛いよ。ちょっとこう白いこうヨット縦縞なの、うん、そうそら上がな熱いとこ釣ったったらそら、うん、唇から焼けるわね。繰り返しハモちゃんハモちゃんパッと見入れる時に、うん、指を離したらドバッと出るけ、うん、押さえたままふんふんってそれが難しい、うん、ふんふんってやるふんふんってポンポンとりするんかい。お兄さんごめんなさい。これだけこれだけ取っ払って皿置く場所がねえわ。ああごめんなさい。これだけ。あの時何も1、2万払うのかザラだったっけ。そのこと思ったらね、うん、高々知れてますよこんなもん。今度かがええなと思われた方、高評価グッドボタンチャンネル登録のほどよろしくお願いします。今晩のテーマは美女と野獣というテーマで、美味しく、お寿司をいただきました。夏休み、いかがお過ごしでしょうか。のほほんいつもバインバインに気合入れて頑張ってるね。バキンバキンにバキンバキンって言ったらうちの息子もバキンバキンにじゃなくて、はい、次回の動画でお会いしましょう。レディゴー。最後のお会計、2人で1万と274円。ごちそうさまでした。